こんにちは、デリッシュキッチンです。お出かけやおもてなしにぴったりなブーブードッグを作ります。ソーセージ3本に竹串を刺し、回しながら包丁で切り込みを入れて、螺旋状になるように少し開きます。トースターで火が通るまで焼きましょう。ソーセージ3本に焼き海苔を巻いて1センチ幅に切ります。ハムに焼き海苔を乗せて4枚ずつくるくると巻き、マヨネーズ 10g を塗ってパン粉 10g をまぶし、トースターで焼き色がつくまで焼いて、中濃ソースをかけ3等分に切ります。じゃがいもは水にさらして水気を切り、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで3分加熱します。潰したらコーン缶 15g、 マヨネーズ大さじ2、カレー粉小さじ1/2、塩コショウ少々を加えて混ぜましょう。ロールパン6個を用意し、端っこに斜めに切り込みを入れると、レタスとカレーポテトを挟んでくるくるソーセージを乗せても、あっ、きちんと中央に切り込みを入れましょう。ホンダセンシングなら車線の真ん中を走れるようにします。ケチャップを急にギュッと押しちゃうと、あっ、適量をかけましょう。ホンダセンシングなら飛び出さないために誤って前へ急加速するのを抑えます。マヨネーズ適量を塗り、くるくるハムカツ、ブロッコリーを挟み、焼き海苔や薄焼き卵、ケチャップで顔を描き、爪楊枝で車輪をつけたら完成です。ホンダセンシングなら追突を予測してブレーキをかけます。ホンダセンシングは安全運転支援システムです。他にもお出かけにぴったりのレシピが気になる方はホンダキッズで検索、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。